皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあマックスです。ハラミンです。ドルです。そしてゲストでございます。どうも花木マナです。お願いします。お願いします。どうもどうも、ありがとうございます。いやよかった、嬉しい。ありがとうございます。実はですね、私がこちら花金バーナード、はい、ハギちゃん、はい、あ、僕です。サクさん。僕サクです。でこのハギちゃんと私がちょっと知り合いでございまして、はい、ちょっと事務所に遊びに来たという流れでございます。はい。職業は、はい、吉本の芸人です。おお、胸張ったなおい。いやええやろ。自分の職業誇り持ってますよ。なんで隠れんの。この人変な人や。何この人、ちょっと。レンズついてないやんけ。そっちつきすぎやね。まつげ飛び出てるぞ。おい、やばいやばい、村井さん。こんなやつおるなんか聞いてへんぞ。やばいやばい。マスクグラさんのやばいやつおるって。もう何やこいつマジで。やばいんですよ。いやね、叩きます。そしてハラミンさんのこの手がもうどうした、背筋が、どうもいつもに比べて背筋が伸びてませんか。まあもう背もたれに背はつけられないですね。今日はハラキンバーナードさん中心でいきましょう。はい、ありがとうございます。普段はなんかどんなジャンルで戦って。普段はあの漫才を主にやっておりまして、はい、渋谷のそのセンター街の奥の方にある、はい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 、吉本無限大ホールという場所で。あの無限大ホール。そうです、あの無限大ホールです。あちらで主に。やったな本当に。2回目ないよ。あーまた最悪やこれ。絡めば絡むほど怖いわ。事故る。すごい、もう大事故。どんどんもう絡みついていくから動きがどんどん鈍なっていく。なんや、笑ってるだけで。面白い。おい、やばいやつおるなマジで。ありがとうございます。無限大ホールって、はい、曜日とか決まってたりするんですか。曜日とか全然決まってないです。もう年中無休でずっとやってます。あの僕たちバーナードの曜日みたいな。僕たちもその月ごとで別々なんで。バラバラなんだ。はい、主になんかツイッターとかそういうので告知したりとか。はいはいはい、そういう風になってますね。あ、どうぞツイッターアカウント概要欄でリンク入れておきますよ。あ、ありがとうございます。よかったらぜひあの直接的にも見に行ってあげてください。ぜひぜひお願いします。スリーピースさしての自分のあれハーパンじゃないですかこれ。バーハバーハってないよ。いけ噛んでるじゃない。何や噛んで。噛んだ。いじんでやったら噛まんといてくれ。ごめん。タメ口。ちょっとちょっと怖い。すごい怖い。なんか来るかもと、ごめんって言われて。ほんでマスクと目でもその表情わからんからどうしていいかわからん。笑ってます。笑ってた。笑ってます。何やこの人。面白いな。え、せっかくなんでちょっとチラ見せしていただいていいですか。はい、あ、チラ見せ。チラレじゃなくてもいいんですけど、あ、はい、そっちじゃないです。何をしようとしてんの。ほんまによう村井さん気づいてくれた。相方どうなってんねん。いや、チラリすぎるて。チラリズムがすぎるから見えへんよ今のやったら。あの私いつもね正面の開始モニター見てるんで。素晴らしい。すいません。手がいきなりなんかこう変態仮面張りにモゾモゾしてる。ありがとうございます。パンツかぶらないでしょ。さあ、じゃあ、はい、見せていただいてもいいですか。あ、じゃあ軽く、はい、軽く軽くじゃあネタよろしくお願いします。立てれますか。あ、立てましょうか、はい、あ、じゃあちょっとカメラを何にしようかな。スロースターボスか、シェルターか。あのリアルネタをシェルターはスターウォーズネタ合わせですね。スターウォーズでもやりますか。じゃあえ、なんだなんだ、どうなったどうなった。どうもどうも、花金バーナードです。お願いします。お願いします。自己紹介でもしておきましょうね、はいはい、僕がサクと言いまして。あ、サクで TM レボリューションです。風浴びてまーす。誰が TM レボリューション。違う。いや TM さんに申し訳ない。すいません、ごめんなさい。ハギちゃんです。すいません、サクとハギちゃんで花金バーナードと言います。あのいきなりなんですけども、はい、僕すごい映画が好きでね、あの特に好きなのがのスターウォーズね。スターウォーズ皆さんご存知ですかね。あのライトセーバーでブンブンでこうこうやるかっこいいやつね、うん、あのライトセーバーで戦うシーンとかちょっとかっこいいなと思って。あ、いいよ。今日ちょっとやってもいい。あ、いいよいいよ。やってくれる。まあ普通に戦っても面白くないから、うん、俺主人公で、サクが敵のボスで、敵のボスが最後に実はお前の父親だみたいな。な、こんな感じ。父親だ。にゃーにゃーと言ってよ。猫飛び出してきちゃってるんですよ。そんな感じで頼む。あ、分かった、うん、やっと会えたな。今日で蹴りをつけてやる。ブーン。望むところだ息子よ。ブーン。言うたらあかん。いや、お父さんでさ、シアリーにゃー切ったらあかん。人喋ってると切ったらあかん。違う、最後にお父さんって。え、じゃあなんて言ったらいい。なんか私と手を組まないか。そんなの。私と手を組まないか。そんなのお断りだ。別にいいし。子供かおい。いらんで、そんな子供みたいな。あ、ん？ギャギャー刺さる。子供かおい。2連続子供みたいなやついらんねん。もう、なんか、もう勝負だみたいなぐらいで、なんかええわ、そんなの。今日で蹴りをつけてやる。ブーン。望むところだ。ブーン。ギャ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 。うわ、うん、ギャー強すぎる。あくび片手間にパンパンシャンはやめてよ。いらんねん、そんな。俺の方が強い。俺が剣弾く。頼むわ。今日で蹴りをつけてやる。ブーン。望むところだ。ブーン。ギャギャギャ。勝負あったな。ブーン。いやいやいや勝負あった。ブーン。いやいやいや
勝負はどこ？何本持ってんだよ。いやそんなに取るんだ。にゃー、ほらんといて。ライトセブン2本目、2本目刺された。ピョンピョンって刺さった。やめてライトセブン1本だけ。頼むわ、今日で蹴りをつけてやる。ブーン、望むところだ。ブーン、うん、いやいやいや勝負。にゃー、なんで言うんだよ。ライトセーバー何で銃持ってん、そんなおかしいやろ。ライトセーバーだけ。今日で蹴りをつけてやる。ブーン、望むところだ。ブーン、うん、いやいやいや勝負あったな。シュッ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 、すっごいすっごい軽やかに避けるやん。あ、俺も行くよ。シュッニャー、刺さる。お前刺すとこあるやんか。もうええわ、もう俺が剣弾いて腕切るからやん。でも勝負でつけてやる。ブーン、どのところだ。ブーン、いやいやいや、うん、シャー、勝負あったな。ホン、シャー、ピッコロか。いや、ドラゴンボールのピッコロみたいなやつ。ピッコロ、それもそれもピッコロのやつ。ライトセーバーだけ腕切る。お父さん頼むわ。シャー、勝負あったな。最後にいいこと教えてやろう。何？私はお前の父親だ。なんだって？でかくなったの息子。ズバン。いや、刺さってもらった。もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃおもろかったんだけど。めっちゃおもろかったんだけど。超面白いです。喜んでいただけて。これまで来た芸人さんの中で一番面白いんじゃないの。すごい面白いし、ね、綺麗だし、ね、ありがとうございます。やり取りがもう、これまで来た芸人ここで何したかっつったら、もう地球儀回して何か言ってただけです。絶対ゴージャスさん。絶対ゴージャスさん。はあ、ありがとう。面白かった。いや、面白い。ありがとうございます。やっぱりすげえ。いや、ありがとうございます。いつもあのテレビで見てるようなあのね、生で見られた今日。髪やったか。台無しにすなよ。はぁやない。これか、これかやない。これが本物か。本物のツッコミ。ちょっとじわんってきてる。いや、ごめん、それやったら下手や。下手下手。ほら、今日洗わない方がいいですよ。なんでや。握手した感じで。いや、そんな感じいらんの。お前じゃずっとここ臭いやない。勉強しとけ。俺ちゃうねん。なんで言うてもやばいやばい。頭叩かんのかい。やばいやばいですよ。もうやばいですよ。事故るだけですよ。最悪や。マイルドヤンキー。褒められた後なのにこんなことなる。やばいですよ。これ多分見てる人たち、ちょっとおかわりをプチ要求したくなってますよ。でしょうね。きっと欲しいと思ってますよ、これ。マジですか。もし、よければ。まあ大変恐縮なんですけど。どうですかね。できればちょっと小ネタでもですね。小ネタ。これはっていう。何かあれば。どうですかね。もう一本ぐらいどうですかね。もう一本ぐらい。ちょっと打ち合わせしていただいても全然。ちょっと一回話して。はい、ちょっと一回話していただいて。何やろうな。すごいですね。ちょっと私も結構一発目のね、ブーンのその次のね、ブーン息子よってもう掴まれちゃって、ね。いや、あれ。なかなかやっぱ劇場用のがっつりした本ちゃんのネタを今。へえ。そうなんです。三分尺のやつを。あ、今三分尺のやつです、ね。もうこれやっちゃったらもう逆にもうやること他にない。いや、完全に打ち合わせもう目に入ってもう気になるから。でもコンテスト用のやつ。あ、もうこれやっちゃったら他に何もやることないみたいな。やることない。やばい。やばい。じゃあここで終わりかな。ここで終わりかな動画。いや、そんなことない。いや、それ見くびっちゃダメですよ。お、なるほど。アラキンバーナードさんを。なるほど。きっとね、いろんなネタライブに出てらっしゃいますから、そのショートコントからいろんなものをもう鬼のように作らされるんですよ。鬼のように作らされ る。え、何パターン。あ、そう、もうそのショートコントライブだから、その一発ギャグライブとかいっぱいあるので、そういうのに出るためには、いや、こんなこんなって作家さんからすごいダメ出しを受けて、で、それ出るために作るんですよ。へー。漫才だけではなく、いろんなやっぱパターン、レパートリーを持ってらっしゃると思いますので、きっとね、あると思いますよ。今作ってたりしないかね。今作るのは多分ないと思いますね。多分つまんでるんだと思うんですよ。あー、始めたり。すげー、すげー、プロ、すげー、プロすげー、やべー、プロすげー言われたらやりにくい。そんな感じで見るような大したやつじゃない。わがままを言って、あ、いやいやいや、おかわり花金バーナード。どうも花金バーナードです。お願いします。お願いします。知らない人もいると思うんで自己紹介させてもらいましょうかね。はいはいはい、僕がサクと言いまして、はいはい、ティームレボリューションです。風浴びてまーす。もう一回なんで2回風浴びなあかんの。TM さんじゃないです。すいません、本当にごめんなさい、ね。はい、まあ、ちょっと今日は皆さんに聞いてほしい話ありましてね、ちょっと僕ね、1日に3回振られたっていう話があるんですけどね、ちょっと聞いてほしいんですよね。1日3、めっちゃ振られるやん。めっちゃ振られるやんって言ったよ俺も。めっちゃ振られるやんって自分で振られた時言うたもん。そうはね、めっちゃ振られてんねん。でもええねん、俺すぐちょっとしたことで人のこと好きになったりするから、俺は恋大きい男やから、そんなんでええねん。
よっ、お笑い界の手越くん。ハギちゃんかパーナ言うてる場合か。何やお笑い界の手越くん、どこが手越くんやねん。だてメガネやぞ俺。あいつメガネかけてるからかな。一回外して。いやメガネ外しても手越くんじゃないですよ。一光さんや。どんだけええから。魂やめろよ。まあええかげんせえよ。もうええね。一時さんに振られた話聞いてほしいね。まず一人目に振られたこの名前がね、まひるちゃん。一文字変えてアヒルちゃん。わー言うてる場合か。いらんねんそんな。まひるちゃん、まひるちゃんにね、今度遊園地行かへんかって誘ってん。モールス信号で。たたたたたちゃう。モールス信号誘うわけないやろ。 LINE でやってん。そしてアギちゃんのタイプじゃないかって断られてん。ほんで二人目に振られたこの名前がむっちゃんや。ほんまは？うん、ザビエル。なんやこれ。そうなわけないの。ほんまはとか言うとなんかボケなあかんのかなってなって。ザビエルとかいらんねんそんなほんまは。じゃあそれでむっちゃんに行こうって言ったらな、うん、遊園地すぐ行こうって言って来てくれて。そのむっちゃんも足軽やな。うん、それ言うならフットワーク軽いよ。マシガル、トナー、トナー、おー、どうした足軽、トナー守りして危ないやんか、つまり、足軽、足軽大丈夫か、トナーを守れてよかったです、ガク。足軽、足軽、いや、名前で呼んだり、やーこれや。足軽はこれや、お前。あ、そう。違う、遊園地行って楽しいっていう話や。あ、なんかいろいろ乗ったよ。いろいろ乗ったよ。あのお化け屋敷とか。お化け屋敷乗ったよ。怖いな、なんか出そうだな、嫌だな、怖いな。人玉ジュー、何してんの。ひと玉ジューとかいらんねん、そんな。あのメリーゴーランドとか。メリーゴーランド。あのジェットコースターとかもいいな。ジェットコースター乗ったよ、もう。あー、すごい。くるでくるで、くるでくるで、くるでくるでくるで。カチャ。くるでくるで。カタンカタン。また上がるみたい。すごい。ちょっと待って、すごい上がる。酸素がないです、ここ。苦しい。助けて誰か。太陽到着。ジュー。燃えるわ。太陽到着してジューって燃えるわ。メリーゴーランドとかも。メリーゴーランドも乗ったよ。てん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 。あー、楽しいな。やっぱこんな穏やかなのが一番いいな、むっちゃな。スピードアップ。ちょっと早なったな。スピードアップ。ちょっとスピードアップ。スピードアップ。もっと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 。ちょっと飛ばされ。助けて。飛ばされ。飛ばされ。飛ばされた。うわ。トラック来た。ドン。太陽到着。ジュー。もうええわ。しゃべら好きなんやろ。うん、なんやそれ。もうええわ。どうも。おーい、すげえ、おもろい。すげえ面白い。いやすごいな。いや急遽やからもうそう分からないです。もうこの動画は多分十分です。で告知しましょう。告知しましょう。あの無限大ホールとか、あ、はい、いろんな活動の告知をしても締めましょう。はい、ぜひともなんかちょっと宣伝を、はい、お願いします。我々花金バーナードは普段はあの渋谷のセンター街の奥の方の無限大ホールというところで、うん、吉本無限大ホールということで活動しております。また舞台とかですね、ツイッターやいろんな SNS などで告知しますので、よかったらフォローなどよろしくお願いいたします。お願いします。概要欄にリンク入れておきます。どうぞ。はい、じゃあゲスト花金バーナードさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後人生相談とかいくつかの動画がありますので、そちらもお楽しみにされてください。さよなら。